はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日こちらね、ジムに磨きコーティングのご依頼をいただきまして、すべて完了いたしました。こちら完璧です。いいね。ちょっともう夕方になっちゃったけどさ、でもだいぶテロッテロに仕上がってるかと思います。うちのけんちゃん、今日も頑張ってやってくれましたね。こうやってさ、けんじの磨きコーティングご依頼いただけるのはね、本当ありがたいね。一生懸命できる限りのことやろうと思ってやっております。完璧です。ありがとうございました。ほんで今日はね、これが私の勘違いだったら困るから、4個のターボだと思ってたの。でもね、コメントの方で、ありがたいことにピースをね、 YouTube チャンネルを見てくださる方のコメントでノンターボじゃねえかななんていうのが入ってて、私もね、適当なことたまに言ったりするからたまにっていうかね、しょっちゅうかもしれないけど、間違ってるとあれだからね。でもターボだったような気するんだよな。ちょっとね、エンジンルーム覗きます。でも4駆のオートマ、待って、確か ここがダクトになってるの。ここがダクトになってて、インタークーラーが、あ、そうだね、やっぱこれは、ここから空気が入ってて、で、インタークーラーがここにあります。で、ターボ、よかった、よかったちょっとコメントの確認をしてて、あれ、ノーマルだったっけかなと思ってね。そう、自分でこれをね、買い付けした時にターボだと思って買ってたからさ、よかったよかった。一応これだから4駆のターボです。バッチリ走った感じも、ターボの方もキーンって効いてていい感じでしたね。あ、で一応ナビ付き7万2000キロってとこだね。1000キロちょいで、一応ね、まあ7万2000キロってことで出します。中身とかね、全然まだ手かけてない状態なんで、汚いゴミとかも入りっぱなしだ。まあ内装とかね、できる限り綺麗にね、仕上げてから店頭に出そうかと思います。車検の残ってる車だったんで、で今日、ファンベルトと、あとオートテンショナーだ、オートテンショナーの方を、まあ、テンショナープーリーと一緒か、オートテンショナーの方を発注かけて届いたんで、明日あたり交換して、あと内装外装仕上げて、この車は全て完了かな。車検の残ってた車だったんでね、うん、あ、よかった。でもターボ車でした。とりあえずね、こちらのやつもあと仕上がり次第店頭の方に出していきます。今日はね、あとうちの車でさ、こうやって中古車を販売している中で、もうね、まあ、いつも言ってることなんですけど、無事で、まあ、もう売ってるものが10年落ち10万キロオーバーの新車じゃないね。もうほんと傷痛みのある中古車なんです。でそういうのを取り扱いしてる中でさ、どうしてもね、もうルームクリーニングもそうだけど、外装の仕上げとかもそうだけどさ、磨きコーティングできる限りやって、ルームクリーニングもね、一応できる限りのことをやるけど、 100% 新車のクオリティに戻すっていうのはやっぱり基本的には無理なんだね。うん、できる限り状態をきれいに、うん、ある程度ね、やっていくぐらいのことはできるんだけど、全部がそうだね。ヘッドライトのくすみとかも、うん、足回りだってそうだけど、10万キロ乗ってる車、ある程度ね、もう10年経って10万キロ乗ってる車、ある程度の痛みが出てきてるんだよね。マフラーとかもそうだし、全部そう。外装もそう。これなんかだってそうよね。平成17年式7万9000キロ、ね、新車じゃないよね。もう錆びてるし、こういう錆びもあるし、この辺だってこれ当たってる跡あるし、この辺もそうね。言えばさ、ボロボロっちゃボロボロなんだよね、うん、まあだから新車の感じとかそういう風な、もう 100% のものは基本的にうちではないよね。ない、ありえないうちでそういうのは、うん、なんかこうやって車売ってる中でさ、やっぱり人それぞれいろんな価値観があります。で
中古ってね、うちで取り扱いしているのはあくまでももう傷、痛み、本当に痛みのある中古車なんですね、扱っているのがね。だからもしピースでさ、もしねピースで中古車を探そうかなってね思っていただいた時にさ、どうしても新車とかと比べちゃうと、もうそんな綺麗なのはないそんな綺麗なのはないし、もう完璧なものはない。もう本当にね、見る角度によってはもう本当傷だらけボロボロだし、ね、10万キロも走ってるし10年も経ってるしね、室内だってさ、ね、傷汚れ痛みもうねやっぱあるしだ、シートだってシミがあるだろうしね。あとうちでほらナビゲーションとかオーディオ関係に関しても基本としては全部ね現状販売でやらせてもらってるけどさ、道路状況だって変わってるしね、ナビがついててもさね、ちゃんとしたさナビの方も調子悪いナビだってやっぱあるしさ、全部そうだね、 100% のものはうちでは基本的にはなくてさ、ある程度まあ妥協していただければ、まあね乗って乗れない車は売る気はないんで、できる限りのことをやってから問題のないものだけ販売したいなと思ってはねやってはいるんですけれども、なんともまあやうちでだからさ、車をもしね本当にこうやってさ YouTube を通してて選んでもらえるのは本当ありがたいね、本当にありがたい、ね、うちみたいな福島のさこんな田舎のねこんなプレハブ事務所のさ、ね、こんなみそぼらしい車屋ですよ、なんてね新車は1台もねえし、ね、10年より10万キロオーバーの車しかおいでねえしさ、本当ねこんな車屋だけどね、こんなところを選んでくださるお客様にはね本当に感謝でしかありませんね。できる限りのことやって、ね、お客様にやっぱね少しでも喜んでもらえればなと思ってさ商売やってっけど、納車前の磨きコーティングもそうだけどね、あと福島県内宮城県内納車費無料でやってるのかもさ、あと軽自動車、ね、タイヤの方、ご契約いただいた時に中古のアルミホイルにはなくけどね、タイヤは全部新品でね、国産でやってますだからさ、これでサービスでねワンセットサービスのタイヤくっつけます軽自動車ね、うん、なんかねルームクリーニングもそうだけどね、うん、完璧にね塵一つ落とせるようなことまだできないけどさね、一応中古車としてまあねある程度目つぶってもらう部分はあるんだけど、できる限りの綺麗にしてからさ引き渡しはするようにと思ってさやってはいいんだけどね、だからできる限りのことピースでできる限りのことはやってから売ってるつもりです、まあね人それぞれいろんな価値観があるかと思ってね、新車のようなクオリティを表面の場合はうちみたいなねこういう古い車ばっかり扱ってる車屋を探しちゃいけないね、やっぱりなんだろうな、飲食店だって一緒だと思うけどさ、車屋だって高級ディーラーもあればうちみたいなね低価格専門でやってる車屋もあってさ、飲食店だってそうだよね、高級レストランもあればさ大衆向けのね一般定食屋さんだってあるし ね、うちは高級レストランじゃないからね一般向けね、とりあえずね1000円でねご飯味噌汁あと主食でね焼き魚かもしんねえとんかつかもわかんねえけどさ、何がついてるかねまあ物によって違うけどねね、しっかりと腹を満たしてさ満腹にはなれるね、食ってねお腹壊すようなものを提供しないようにねしっかりとうわ食ってうまいなってそういう風にね思ってもらえるものを出したいなどね、フルコース立派なね綺麗なガラス張りのレストランとかでねコース料理とかさ、こんなことはうちはできないけど、なんかね車屋だって一緒だよね、うちは高級店じゃないから本当に飲食店でいうと一般大衆向け、ね、定食屋です定食屋、本当こんな感じの車屋だねうちは、まあ、だからね高級レストランみたいなところをねお求めの場合はうちみたいなところで探しちゃダメですね、とりあえずお腹いっぱいになれればいいやって思ってもらえる人、ね、ぜひ自信はありますね、低価格路線本当にできる限りのことをやってからね販売はしてます、タイヤのサービスだってねやらせてもらって全車ね点検かけて車検を通してさ、走れないものは走れないようなものは売らないようなねしっかりとできる限りのねメンテナンス点検やってるつもりです、やっぱりねせっかく選んでくれるお客さんにさ喜んでもらうためにねできる努力は
本当にうちのねスタッフ一同みんなで一生懸命やってねなんてやってるつもりですね。まあこんな感じで、なんか話がまとまってないんだけど、まあうちはね、まあこんなような低価格車専門店ね、そんな車でございます。まあ何かある時にはぜひぜひ20万30万で乗れる軽自動車自信ありますんでね、ぜひ何かある時にはご相談よろしくお願いいたします。バイバーイ。